はいどうも、ショートエドのフレアです。今日は第8、7、7かな。ちょっとごめんなさい、忘れドアドアと言っちゃったんだけど、はい、まあ7始まりました。はい、始まりました。で、今日のトークテーマ。はい、お願いします。まあ、モーターについて。モーター、はい、はい。どういうふうに皆さんお考えで、普段の予想でどういうふうに。なんだろうな。じゃあ、俺の、うん、じゃあ、モーターとか。いや、もう普通に、俺も二連対立しか見ない。でもやっぱ見てる。出走表の二連対立見て、良し悪しを見るっていうのと、あと、直前の出走、展示タイム見て、うん、まあ、どれがいいのか悪いのかっていうのは、見たりする。それは必ず見る。まあ、そうだね、うん。絶対見るね、それは。まあ、僕らの動画に一度出て、渡るくんって言って、モーターは無視します。そういうふうに言ってる人もいたから。まあ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 、確かにね。うん。なんかそういう人もいるかな、みたいな。とりあえずスタート決めりゃいいでしょう、みたいな感じ。でもなんか今回あれ、モーター出してきたってことはなんかあるの？そう、僕はね、僕正直、うん、最初は、結構モーター見てた、2連対とか。うんうん。で、一時期全く見なくなって。うん。あ、渡るくんになった。渡るくんになった、うん。なぜ、まあ、結局誰かがいじったやつだ。で、うまいやつが乗ってたら、そんなん連帯率上がるわけじゃん。で、逆に言うと、うまいやつが乗ってたからと言って、ただ A1 選手が乗ってたからと言って、記念だったみたいな。うん、で、調子が悪い、みたいな。調子が悪いっていうか、記念で調子もいいんだけど、記念でめっちゃ周りが強いから、勝率がうまく上げられなかったモーターとかもあるでしょ。あのね、そうそう、それで言えばね、一個思い出したけど、うん、大外、要はアウト屋の人のモーター調整理と、あ、そうだね。普通の人のモーター整理全然違うらしくて、うん、要はアウト屋の人が、調整したモーターが引いちゃった場合に、普通のアウト屋じゃない人が、うん、一からまたバラして作り直さなくちゃいけないし。はいはいはい。だからそういう大変さが出てくるわけですよ。人の個性とかも。出てくるから。そうそう、出てくる。やっぱトップクラスになればなるほど、何かしら個性のあるモーターを仕上げてくる可能性もあるし。あるね。一概に、なんて言うんだろう、もう、一期一会なんじゃないか。あ、本当にクソモーターは分かる。は、さすがに弾く俺も。うん、でも、なんか、連帯率 25% 以上は全部一緒なんじゃねえのってちょっと思ってて。ああ、なるほどね。あとはもう調整次第。そうそうそう。っていう時期があったんですが、最近、やっぱまた一周した？また一周しまして、あら、ジョーによって、ジョーのモーターランキングを見るようになったんで、ああ。で、前節誰が乗ってたか、はいはい、で、その乗ってた選手がどういう成績を取ったか、うん、っていうのを見て、さらに前検日、はいはい、全く無視してました、今まで。前検タイム。前検あるんだ。そう、前検タイムっていうのは必ず出るんだけど、それを見て、うん、下手な選手だけど前検日のタイムがいいとか、うん、っていうのをすごく意識して見てて、やっぱエースモーターとかも把握するようになってから、少し勝率が上がったかなっていう意識が。ああ、なるほどね。原感でも上がったか。原感で上がったかなっていう。結構ね、相性だから、モーター単体で見たら良し悪しっていうのは数字だけで分かんないんですが、その人が乗った時にどうかっていうのは、やっぱ前転を見てると、うん、乗り心地がいいみたいなやつある。はいはい、あるあるある。ああいうの多分相性の問題とかあると思う。あとペラとかね。そうそうそう。自分がいつも叩いてる形に近かった、たまたまみたいな。うん、全体率が歩いてるとでも近かった、うん。伸び足型にしたかったと思ったら、回り足型だったから調整しなきゃとかさ、はいはい、いろんなことがあるじゃん、癖。あるね。それがなんていうの、前傾タイムとかに生かされてきてるような気がするから、はい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 、プレイスタイル、ね。確かにね。まあ、それを見ることによって、まあ、特に初日、一番難しいって言ったら初日が、ちょっとクリアしやすくなる。しかも初日結構あれだからね、マンションとか出やすいから、ね。そう結構人気っていうかさ、なんとなくわかんないから、もうなんか名前、A1 とかさ、そう、クラスで見ちゃうじゃん、どうしても。そう、グレードで見ちゃうから。それをちゃんとモーターの連帯率とか、あれ、全件データとかで見ると、初日も割と取りやすくなりますよっていうのが最近の。全件とかってどこで見るの？ホームページ。ホームページに載ってるやつ。ああ、じゃあ各城の、例えば平和島だったら平和島のホームページとか。うん。それどのサイトも絶対載ってる。載ってるね。俺は結構情報誌は新聞の、ネットの新聞で見るの。ああ、多いけど。なるほどね。結構出してる人たちに。確かに、それは参考になるかもね。うん。なので、ちょっと、まあ。ぜひ見てみてください。うん、まあ、皆さんなんかあれ。おすすめのなんかモーターの、うん、見方とかあればちょっと教えてください。はい。
ていうのが、モーターのお話でした。はい。で、いつもの質問コーナー。質問コーナー。はい、お願いします。今日は何の質問ですかね。ついにコメントの方なんですけれども、はいはい、ラジオネーム餃子さん、うん、最近の悩みというか、ボートをやる友達がいなくて話したりできないのは悲しい。はいはい、どうやったら簡単にボート仲間を増やせますかねみたいな。ボート仲間ね、うん。これに近い質問がいくつかあったので、聞かせてもらいました。はいはいはい、多分一番、あ、どう、あ、なんかある人か、先に。いや、俺は変な話、君に誘われてやったから、最初からやる人がいたっていうのがあるけど、難しいよね。一番いいのは、まず、条件としていろいろあって、まず、まあ、一番わかりやすいのは、うん、パチンコパチンコする人の友達がいれば。いれば、もうその人を誘う。そうだね。で、ちょっとモータースポーツって面白いのがあるんだけど、うん、こういう、やってみないやってみないみたいな感じで、うん、要はそこに対したら、まず、ボートレースっていくつかあってさ、うん、ハードルが。要は、上に行かなきゃいけないとか、あとギャンブルって結構ハードルだと思うんだよね。うん、で、まぁ、あ、ちょっと、しかもなんかあれじゃん、経営イメージだね。人によってはイメージが悪かったりするんだけど、うん、でもパチンコパチンコやってれば、それで結構いろんなハードルが下がってくるそうだから、それでまぁちょっと友達に、あんま乗り気じゃないけど、見てみるよみたいな。見てみるみたいな感じで。6号機より儲かるよみたいな。儲かるよって言ったら。ああ、確かに。来るよ。一番いいのは、あれよ。わかった。うん、何言ってごらん。6分の1だよみたいな。ああ。6個しかないんだよ。120分の1を引けばいいんだよ。そうだね。っていうパチスロやってる人に言ったら、あ、それも1個。ライトミドルじゃないみたいなぐらいで。みたいな。120分の1で1万円以上、ね。ライトミドルとか。っていう話になるんですよ。まあ、説明の仕方一つ。そう、説明の仕方一つだと、もう一個は、実際に、大金をゲットしてる動画を見せること。あ、例えば、まあね、例えば、ウイチさんとか、なんかどれだっけな、エドワーだっけな、なんかね、満州だって。なんか2万州5枚掛けしてたんだよね。はいはい、あったね。そう。とか、あれを見て、よっしゃーみたいな感じになってるのとか、500円の10万円みたいな感じで、しかもウイチさんが出てた江戸川のやつとかも神回で、うん、もうほぼ全レース当ててたと思うんだよね、確か、うん、でもアルミとか見ると、あ、こんな簡単に当たるんだとか、やってみようかな、こんなたくさんなんかお金ゲットできるんだみたいなっていう、まあ、あれは多分ね超レアなんだけど、そういうようなイメージを持てるんだよね、うん、ボートレース初めてだと、うん、でしかもやっぱウイチさんトークとかも前からまあ、面白く伝えてるし、なおかつ、あれよ、ご飯とかグルメとかあって、うん、なんかこういうところちょっと旅行で行ってみたい、ちょっと遊びにね、はいはい、レジャーとして行ってみたいみたいな、うん、ディズニーランド一緒に行かないみたいな感じで、行けるんじゃないか。行けるんじゃないか。だからまあ、おすすめの仕方としては、まあ、ギャンブルをやったことがある、やってる人。じゃないと、まずはちょっとハードルとしては難しいかな、うん。かなっていうのが一個あるんだけど、もう一回、仮にそれやってなかった場合。うん、の場合はもうスポーツとして押すしかないよね。やっぱその選手の顔を見せたりとか、うん、それこそ僕らが作っているやつ、森田さんの動画とか、選手一人の人生じゃないけど、なんかこんな選手だよみたいな、イチローを紹介したら野球を好きになるかもしれないとかさ、そういう話じゃん。まあそれはあるかもね。キングカズの話を聞かしたら、サッカーやってみたいとか見てみたいと思うかもしれない。大丈夫、それって俺ら今ステマしてないから、俺らの動画見せろよみたいな感じ。いやまあ別に僕らの動画じゃなくてもいいんですけど、なんかそのこの選手のストーリーだったら響くんじゃないかみたいな、かっこいい選手がいるとか、まあいいですよ、可愛い選手がいるとか、なんか全然そういう入りでもいいから、応援したいみたいなところから広げていくのがいいんじゃないかな。そうだね、まあ、単純に多分ね、でも何かね、こうそのもうほんとボートレースじゃなくても、単純にギャンブルとかやりたく刺さらない人に刺さらないんで、例えばどんなにこのイチゴ美味しいって言ってもね、イチゴがアレルギーの人はさ、まあね、絶対食べれないじゃん。だから、食わず嫌いですね。そう、食わず嫌い。だから、結局その、まあ、ボートレースが結果的に興味を持つけど、入り口になんか刺さる、うん、この人に刺さるものは何なのかなっていうのを考えた上でやんなきゃいけないから、まあ、本当に無理やりおすすめするのも良くないから。まあ、そうだね。まあ、あくまで、その営業トークってちょっとおかしいけど、あのおすすめトークとしてはそんなようなのがいいんじゃないかな。そうだね。まあ、だから、いろいろと、こう、いろんな角度でこう、喋、うん、ってみたら、なんかこう、いいんじゃない、うん、こういう選手、こういう素晴らしい選手がいるんだよとか、こんな、
例えば森田さんとかね、こんな人間として素晴らしい人がこういう人がいるんですよとか、ギャンブルとしてこんなに儲かるんですよっていう刺さり方もあれば、なんか、なんだろうか、他にいろんな、あとは何よりもあれだね、自分が好きでいることだね。ああ、そうだね。自分が本当にボートレースを好きであれば、それは人に伝わるから、そうだね。自分が本当に好きであったら、人におすすめもできると思うし、そうだね。その気持ちが大切なんじゃないかな。本当に思います。確かにね、はい、うん、まあちょっと、もしかしたら具体的な、なんかこう提案にはなってないかもしれないけど、まあ、まずは友達に勧めてみるっていうのが一番いいかもしれない、うん、でもしそれで俺は友達いねえよってなったら、もう分かった、本庁に行って知らない人に声かけてみましょうよ。もうそれができないんだったら、僕らの視聴者さん同士でぜひ絡んでください。もう会いましょうよみたいな、はい、じゃあツイッターとかでね、僕らのツイッター、まあ、概要欄に貼っときますけど、ツイッター僕らのツイッターフォローしてくれる人たちって、僕らの動画見て、ボートレース好きっていう人が多分いっぱいいると思うんで、そこで絡んでみてどうでしょうか、うん、はいはい、というところで、今回ちょっとまたね、長くなっちゃったかもしれないけど、はい、またなんか、ご意見、ご感想、質問、何でもありましたら、概要欄、コメントにいろいろ残していってください。はい。ではまた次回お会いしましょう。ではまた。ではまた。